ちは、ゆずタイムの時間です。この番組は京都電工株式会社の協力でお送りします。2017年2回目の番組のスタートです。毎年1月にはこの方ということでお迎えしております。とてもファンの多い森本隆ミュージックコレクション、今日もお届けします。では森本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マイフェイバリットドラマ特集の2回目っていうことですね。はい、では1曲目ご紹介お願いします。はい、ジェフ・ポーカロというドラマーなんですけどね。はい、名前聞いても、え、何やろうなっていうなんですけども、はい、あのトトというグループはご存知の方多いと思いますけども、うん、スーパーグループですね。グラミー賞も取った、はい、バンドですけども、うん、その人がそのトトを結成するきっかけになった、そう、なんていうかね、バックサポートするなんかセッションがありましたね。はい、レコーディングがボズスキャッグスという、あ、はい、あの非常に有名な歌手のソングライターですけども、はい、この人のシルクディグリーズという、うん、この曲、あのアルバムにはヒット曲がいっぱいあって、はい、一番有名なのはウィアオールアロン、はい、大好きです、はい、という曲がありますけども、うん、実はこのまあ、LP で言えば B 面の一番最後が We Are All Alone、はい、その前の曲になります。リードシャッフルという、はい、シャッフルナンバーがあるんですね。うんうん、シャッフルっていうのはあのいわゆる三連音符の中抜きのタッタ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 っていう、はい、そういう跳ねる感じのリズムなんですけども、うんうん、タイトルが、まあ、あのリドという男のなんかシャッフルをね、シャッフルを酒飲んで騒いでるっていう感じかなと思うんですけど、その三連符を休まずに左手で愛の手を入れることで、うん、あの飛ぶ感覚がすごく滑らかになってね、まあ、全部右手で叩いてるわけじゃないんですけども、それがまた一つこの人の得意技で、あります。ポーカルのシャッフルというところをぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、リドシャッフルです。バックドラマーとして有名なロニー・タッドというドラマーなんですけどもね、はい、うんうん、この人去年あのベーシストで紹介したジェリー・シェフという人とね、はい、コンビでスイート・キャロラインでしたね。そうですね、はい、その時は、2人でこうエルビスのバックを盛り上げるっていうところですかね。あの人の、うん、あの歌って非常にパワフルですけども、それをやたらまた後ろからこう煽ってしまうというね、素晴らしいドラムを叩く人ですけどもね、うん、今現在もあのエルビスのこうトリビュートシンガーがいっぱいいますから、はい、その人の伴奏したりして、また現役でバリバリやってるドラマーですけどね。そうですか。はい、僕お送りする曲はエルビス・プレスリーでブルースウェードシューズです。Slamming my name all over the place. I do anything that you wanna do, but not my honey, lay off of my shoes. And don't you never my blues ways. You can do anything, but lay off of my blues ways. Well, it's one for the money, two for the show. Really get ready now, go and go. Don't you never my blues ways. You can do anything, but lay off of my blues. For the show, three to get ready now. Go ahead, don't you never my blues ways. You can do anything, but lay off of my blues ways. It's a blue, 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 blue ways. You got a blue, 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 blue ways. You baby, blue, 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 blue ways. You got a blue, 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 blue ways. ナッシュビルファイブベーシスト森本隆さんが、ドラマーに着目して選んでくださった曲、
いよいよ最後になりますね。はい、残念ですけども、はい、はい、紹介したいと思います。はい、アメリカ西海岸のオークランドとい うところをですね、はい、地名をホームタウンとするタワーオブパワーっていう、うん、ブラス、ブラスじゃないですね、管楽器が、はい、まあ、一応メインなんですけども、はい、そういうファンクグループの中核を受け持ってるドラマー、デビッド・ガルバルディっていう、はい、この人を紹介したいと思いますけども、はい、タワーオブパワーと言いましたらね、バックトゥザフューチャーの位置のところで、マーティがこう実験室でけつまずいた時に、オープニングで流れてくるあのヒューイ・ルイスという人のバックの本セクションがタワーオブパワーなんですけどもね、とにかくガルバルディは何がすごいかというと、かっこいいんですけどね、歯切れがいいんですよね、はい、でドラムの、基本テクニックであるルーディメンツという、はい、右手左手のこう組み合わせが、あるんですけど、それを教則本をうまいことこう曲に生かして、盛り上げていくドラミングっていうのはもう最高なんですよね。とにかく歯切れが良くて気持ちが良くって、聴いた後スカッとする音楽です、はい、ぜひ聴いていただいて、タワーオブパワーで、スクイブケイクスという曲です。
1月はナッシュビルファイブベーシスト森本隆さんによるマイフェイバリットドラマー特集をお送りしました。森本隆さん、何か最後に付け足しありますか？はい、今日放送した曲の1曲目と3曲目ですけども、はいはい、曲の出だしからぜひどっかで探して聴いてみてください。はい、かっこいいのがより一層かっこよく感じますのでね、リドシャッフルとスクイブケークス、そうですね、はいはい、イントロの部分が非常にドラムが目立つのでかっこいいと思います。はい、お願いします。また番組ブログでもアップしたいと思います。はい、ナッシュビル5のライブ土曜日の夜、はい、森本隆さんの演奏が聞けます。そちらの方もぜひ行ってみてください。お願いします。森本隆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お相手はゆうでした。